いつも日本家政 YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日は NS ドカモルシリーズの紹介をさせていただきます。 NS ドカモルシリーズは欠損部補修断面修復用の厚付けプレミックスモルタルです。写真のように NS ポリマーミックスシリーズなどでは対応できない厚塗り補修にも対応することができます。NS ドカモルシリーズは NS ドカモル、ドカモル Q、ドカモルハード、ドカモルハード Q の4種類のラインナップとなっており、共通の特徴として1つ目が再乳化型粉末樹脂混入のプレミックスモルタルで、接着耐久性や強度発現性に優れ、現場では水練りのみで使用することができるという点です。2つ目の特徴として、だれやずれ、ひび割れなどが発生しにくいような配合となっているため、断面修復時には一度に60ミリまでの厚付け施工が可能となっております。各製品の特徴を紹介します。 NS ドカモルは関東・九州地方の限定品となっている軽量モルタルです。軽量モルタルなため、適用仕上げはクロスや仕上げ塗り剤などとなっており、タイルや防水剤などは適用外となっております。厚塗り補修が必要な壁や天井面などへの施工に適していますが、軽量であるため床面や構造上重要な壁、柱などには施工することができません。 NS ドカモル Q は関東地方限定の速攻タイプの軽量モルタルです。適用仕上げや施工可能な部位など基本的な仕様は NS ドカモルと同様ですが、速攻タイプのため塗り継ぎや仕上げまでの養生期間を大幅短縮することができます。約3時間で水系の仕上げが可能なため、工期のない緊急工事等に最適です。NS ドカモルハードは高強度が特徴のポリマーセメントモルタルです。圧縮強度が 60.6 ニュートンパー平方ミリメートルと高強度コンクリート並みであり、先ほどの NS ドカモルでは対応できなかった柱や床面への施工やタイル、防水剤、塗り床等の下地として使用することができます。国土交通省告示の1372号に準ずるポリマーセメントモルタルの品質基準に適合しており、かぶり厚さ確保の補修材料として使用可能です。ドカモルハード Q は速攻タイプの高強度モルタルです。基本的な仕様は NS ドカモルハードと同様ですが、 NS ドカモルハードより平滑に仕上げることができる設計となっており、シート、張り物系の下地としても使用可能です。速攻タイプのため夏季6時間、冬季12時間の養生で水系の仕上げが可能となっており、 NS ドカモル Q と同様に緊急工事や夜間工事に適しています。各製品の特徴をまとめると、製品名に Q がつく NS ドカモル Q、ドカモルハード Q は速攻タイプで、製品名にハードがつく NS ドカモルハード、ドカモルハード Q は高強度で様々な部位や下地として対応しています。詳細な仕様や施工方法などに関しては弊社問い合わせや各販売店様までお問い合わせください。次回の動画はNS ドカモルハードと NS ドカモルハード Q の硬化時間の比較動画となっております。ぜひご覧ください。 NS ドカモルシリーズをよろしくお願いいたします。